ボーナンザをプレイしている様子。ボーナンザとは1997年に、ウベ・ローゼンベルクが制作し、アミーゴより販売された、ドイツのカードゲーム。日本では、メビウスゲームズより販売された。現代はボーナンザ。現代は、ボナンザと、ドイツ語で豆を意味するボーネをかけたことに由来する。基本セットでは、プレイ人数は3人から5人、対象年齢は12歳以上。 ブラウア・ボーネ、フーア・ボニー、サウ・ボーネ、ブレッチ・ボニー、ソジャ・ボーネ、アウゲン・ボーネ、ローテ・ボーネ、ガーティン・ボーニーの8種類の豆のカードを用いる。自分の畑に同じ種類の豆のカードを置いていき、そのカードが多いほどターラというゲーム内の通貨が多く、手に入るため他のプレイヤーと交渉して、同じ種類のカードを集める必要がある。1997年のドイツのボードゲーム、 専門雑誌、フェアプレイのアラカルトカードゲーム賞で1位を獲得したほか、同年のドイツゲーム大賞で5位、ドイツ年間ゲーム大賞にノミネートをするなど数々の賞を獲得している。各プレイヤーには豆畑が2枠与えられており、視札を場に出すことで畑に豆を植え、同じ豆のカードを場に貯めることで豆を育てることになる。ただし、 豆畑1枠につき1種類の豆カードしか貯められない。豆カードはいつでも収穫でき、所定の数だけ場に溜まっていれば、所定の金額に換金される。最終的に所持金の最も多いプレイヤーが勝利となる。ゲームの準備として、プレイヤー全員に豆カードを5枚ずつ配布して札とする。この時配られた豆カードの順番を並べ替えてはいけない。余った豆カードは、 山札とする。手番プレイヤーは、主札の最初の1枚を場に出す。任意で2枚目の手札を場に出しても良い。手番プレイヤーは、山札から2枚の豆カードを引き、全員に公開する。この時、手番プレイヤーは、豆カードの譲渡や交換を、他のプレイヤーと自由に交渉して良い。交渉の際は、公開した豆カード、及び主札から自由にカードを出すことができる。 公開した豆カード及び交渉で他のプレイヤーから得た豆カードは直ちに場に出さなければならない。手番プレイヤーは山札から3枚の豆カードを引き手札の最後に加える。この時引いた豆カードの順番を並べ替えてはいけない。各プレイヤーごとに3から4の手哲いを繰り返し山札がなくなったら捨て札となっている豆カードをすべてシャッフルし 新たな山札とする。三度目の山札がなくなったら、すべての豆畑を換金して、ゲーム終了。最も所持金の多いプレイヤーが勝利となる。ボーナンザでは、基本セットの他に、多くの拡張セットが販売された。以下では、その代表的なセットを掲載する。ボードゲームデータベースボーナンザ。ありがとうございます。